お疲れ様でした。これ以上きつくするのは本当に勘弁ですって。いやいや大丈夫ですよ。あ、ちょっと先輩、部活今日もお疲れ様でした。今日も先輩に勝てなかったな。まだ負けないよって先輩らしいですね。でも実力の差はどんどん縮まってきてますからね。これは俺が先輩に勝つ日も近いんじゃないですか。調子に乗るな。はい、すいません。さっきのことって、実は、これなんですけど、そうです。クーポン券。ここの飲み物が安くなるっていうやつなんですけど、勝手にコーチが俺に押し付けてきたんですよ。いらないって言ったのに、あのおっさんは。なんでって、ほら、先輩と俺今日自主練で、他の人誰も来なかったのに真面目に練習したし、終わった後の掃除まできちんとやったじゃないですか。コーチがそのご褒美って言って、それやるのは当たり前のことでしょって先輩らしいですね。でもせっかくもらったんですし、もしよかったらどうですか？予定ないなら、このクーポン使っちゃいましょう。俺と一緒に。やった！いいんですか？俺、嬉しすぎて涙出そうです。大げさなって、そりゃ、いつもだったら断られると思いましたもん。先輩、こういうお誘いいっつも来ると何かしらの理由つけていかないじゃないですか。こんなの、期待しちゃうじゃないですか。あれ？先輩？って、ちょっと待ってください！先輩ってば！あ、先輩！こっちです。へえ、オレンジジュースか。意外ですね。先輩はコーヒーとか飲んでるイメージあったから。わかります。そういうジュースって無性に飲みたくなるんですよね。俺はコーラです。炭酸好きなんですよね。なんかすっきりした気分になるじゃないですか。先輩今なんて？一口ちょうだいって、それって。いや、ダメじゃないです。ダメってわけじゃないんです。ただ、関節キスってやつになっちゃうんじゃないかな。なんて。何ですか？ため息なんかついて。そんなことかって、俺にとっては大事なことなんですよ。私は別にいいけどって。今、キス、俺、先輩とキスしましたよね。関節よりこっちの方がいいんでしょって。ということはつまり、俺が先輩のこと好きってバレてたんすか？バレバレなんだよ、バカって。バカって何ですか、バカって。もう、ずるいよ。どうするって何のことですか？いや、ちょっと待って！せめてそのことは俺から言わせてください。先輩、好きです。俺と付き合ってください。